はい、ということで爆食マスブジサジオチャンネル始まりました。前回の続きでやってまいりました。もうね、わかりました。今チュラヨイシャングリラさんからそのまんま目の前に来たお店でございます。はい、今回はですね、ベジツツムさんで、ランチメニューをいただきたいと思います。ということで、ベジツツムさん前回来た時はもう爆美味しい野菜巻きっていうの、野菜をお肉で巻いた串料理を食べたお店だったんですけど、ここもランチでは串焼き屋さんではなかなか出ないであろうランチメニューをやってるということなんで、ちょっと今日それを大盛りにしていただきたいと思います。わー、おー、ありがとうございます。すごいすごい、串焼き屋さん、ベジツツムさんで、ランチメニューワンタン麺が出てきました。ちょっとかなり本格的なお醤油のラーメンとなっております。ワンタンドンの、これは鶏チャーシューなんじゃないだろうか、煮卵と、めちゃくちゃうまそう。はい、ではこちらレモンサワーで乾杯でございます。前回が実はここで飲んだ時にその広島のレモンを使った広島のレモンサワーだったんだけど、今回この分かる緑のレモンなんだけど、これ佐賀のレモンなんだって。だからレモンサワーもこうなんていうの、なんか変わるの期間によって。だからすごいね、いろんな種類のレモンサワーが飲めるということで、今回はメガレモンサワー、佐賀のレモンサワーで乾杯したいと思います。はい、みんな乾杯。うわー筋トレ。わー美味しい、すっごい爽やか、なんか柑橘系の美味しいとこ取りした感じの、すっげえこのレモン爽やかでいいっすね。うん、これはうまい。はーい、ではいただきます。じゃじゃん、お、細麺かな、軽く縮れてる感じの細。めちゃうまいやん。うそ、なにこれ、醤油、わすっごい優しいお醤油ラーメンなんだけど、これは鶏か鶏ガラなのか、めちゃくちゃ美味しい。うん、お野菜系で来るのかと思ったら、がっつりの鶏ガラお醤油、これすごいうまいんですけど、ラーメン屋さん顔負けの超本格的ラーメンがランチで食べられるということで、やっぱり鶏チャーシューうまっ、これ見てよ、真っ白で綺麗な、いやこれすんごい柔らかい、柔らかいんだけどしっとりしててこう凝縮されてる感じ、旨味がめちゃくちゃ美味しい。所狭しと並んでいるワンタン、綺麗。なんかちょっと香りが変わってる、なんか入って、なんか特別な、あーしそワンタン美味しい、さっぱりしてて美味しい、すげー。お野菜にはもちろん定評がありますよ。うまい。
たまらんね。メンマうまっ、この極太メンマ嬉しい。味玉がめちゃくちゃ美味しい。このトロントロンの卵ちゃん、やばい。生姜がいるのかな。意外とさっぱりしてる。このワンタンめちゃくちゃ美味しいわ。これをこうしてこうだ。
合う。マジでこの大葉とレモンサワーめちゃくちゃ合う。大葉のさっぱりした感じとこの甘くないレモンなんだね。これがねすごい美味しい。ライムっぽさもあるかもしれない。鶏チャーシューです。うまい。よし、麺がほぼほぼラストです。よし、ワンタンもラスト。
みるの。ラスト。はい、食べた。はい、ラスト乾杯。うやー、最後まで重い。完食いたしました。ワンタンラーメン、ランチのワンタンラーメンをデカ盛りにしていただいて、あ、ちなみに何キロだったんですか？お、3キロのラーメンをいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、やっぱこのね、お出汁がすごいね、この鶏ガラが美味しくて、さらにこの自家製のワンタン、これかなり絶品だったんで、皆さんにぜひ食べていただきたかったですね。いただきたいですね。で、ランチなんですけど、定期的に変わってるんですよ。メニューチェンジしてて、今回食べたワンタンラーメンは復刻なんですって。八百屋の天丼とか、八百屋の天ぷらそばとか、そういうのがランチメニューで出てきたりするんで、本当にちょっと美味しそうなのばかりなんで、ぜひ違うメニューでもまた来たいなと思いつつ、でもやっぱ夜も来たいなとか、そんな風に思っておりますね。で、なんとなんと、今日撮影当日の今日から始まった、このお得なんですよ、かなり。島の海セットっていうのを、島の海チケットっていうのが販売してるのか。で、これが島の海セット、前売り券で買うと2400円で、これ何ができるかっていうと、3軒はしごができるんですよ。このことらこ道の中で3軒はしごができて、島の酒が1杯と、プラスでそのお店の、おすすめメニュー1品がついて、セットで出てくるのを3軒はしごできるんだって。かなり、なんていうの、仕事帰りにはお得で、だから1軒800円で飲めて食べちゃえるわけよ。あー、説明が下手だね。でもとにかくかなりお得な、すごいいいキャンペーンが始まっておりますので、ぜひ皆さんちょっとことらこ道飲みに、ちょい飲みに来てくださいよ。店舗によって違うお酒が飲めるということなんで、ぜひともチェックしてみてください。はい、美味しかったです。ごちそうさまです。この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。